はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。イーストシェイドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はこのシンクウッドインですね、ここで船の作り方を教えてもらって、こっち側の大陸に渡ったところですね。でここでまずは、温泉の成分、2個目の温泉ですね。ここで1個、ここで2個目ですね。で157歳のおじいちゃんもいましたけども、その後にここのトーマの農場ですね、ここに立ち寄ったんですけども、娘さんとお父さん2人で経営しているみたいで、娘さんはいずれは海に出て旅をしてみたい、でお父さんはいずれは娘にここを引き継いでほしいっていう感じでしたけども、話をとりあえず聞いていくと、まず今ここでリンゴが盗まれるということが起きているっていうことで、私がリンゴをですねこう追っていったら子供2人がいて、でどうやら両親とはぐれた、で仕方なくここからリンゴを取ってなんとか生活をしていたみたいですけども、父親と釣りに来て、で船が壊れてビーチで目が覚めたら父親がもういなかったっていうことらしいんで、父親をですね見つけてあげたいんだけど、可能性があるとしてやっぱ海岸沿いですよね。この洞窟とか。ちょっと行ってみましょうか。とりあえずトーマが、親が見つかるまではトーマとチリが、面倒を見てくれるみたいなんで、僕は親を探しに行ってきましょうかね。海岸沿い、温泉側の方からこんな感じで行ってみましょうか。素材も取りながらですね。ヒント的なのも何にもなかったですからね。で向こう側が林道ですね。これ下は行けるかな。この辺だとしたら林道行ってるか、
流れ着いたとしたら、これがあれですね、林道から見えていた灯台、あの中にいたりしてないかな。ウエストタワー、あー、これも使われてない感じかな。あ、ここがあれかな、ティフモア・ブルフス、あの一時期その風車ブーム、あれ風車ですね、風車ブームがあって、観光客がその時たくさん、ね、行ったみたいな話がありましたけど、遺跡みたいなのは、あれがティフモア・ルインズかな。誰かキャンプしてるな。あれじゃない？でも人はいないから、でも火が焚いてあるから誰か使っているはずだけど。
いや、人がいるな。誰かがいる。あれが父親だったらいいんだけど。あ、こっから行けない。向こう側か。今どの辺だろう。ここかな。ということは、船を使って回り込んで、あの洞窟からかな。この辺から使えるかな。この辺使えるのかな。よし、ここら辺で船を使って地球じゃないかな。今さら気づいたけど、多分こっち側から行けないような気がするんですよね。岩がいっぱいあるんで。行けるかな。はい、行ける。よし、この人父親じゃないかな。あ、お茶を作れる。そうそう、ハーブティーを楽しむために、そう、ポットを持ってった方がいいですよって。父親かな。 Hello! Excuse me! I desperately need your help! Please don't leave! 私は助けが必要。放置しないでくれ。どうした。すいません、私は行かなければならない。上ですね。どうしましたか。I've been stranded in this cove for 2 days. Oh, if the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. 私は2日間この入り江に立ち往生している。If the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. あら、どうやら父親じゃないのかな。どうやって来た。戻ってくる。どうやって来た。My children and I were visiting East Shade, and we went out on the ocean for some fishing when a terrible squall capsized us and sunk our boat. I've been stuck here, worried to death about them. 恐ろしいスコールが、船を転覆させた。ああ。今は動けないが、子供たちの生死を心配している。うん。見つけましたよ。二人で頑張って生きてた。うん。私はあなたの子供たちに会ったと思う。
Oh, thank the moon and stars. Are they safe? Where are they? 彼らは安全ですが、彼らはどこにいますか？彼らは世話をされている。彼らは今世話してもらっている。Oh, this is the best news. Thank you. I just need to get out of here and find them. ありがとうございます。I have a plan, but I can't do it alone. 私はここから出て彼らに会う必要がある。手伝いましょうかっていうのと、今は手助けができない。手伝いましょうかですね。どうやって彼を、2人はカヤックには収まらない。あ、ロープを作ることができれば、あのさっきの上のあれかな、橋にロープをかけて上に上がることができる。やってみましょう。Oh, thank you! Oh, I'm so lucky you found me. ロープ。あ、作り方を教えてもらったんですね。とりあえずジャーナルをチェックして。私は小さな入れに閉じ込められたタニック。彼は私が森の中で見つけた2人の迷子の父親です。外に出るために私はロープを作る必要がある。クラフト作れるかな。あ、紐が4つあれば OK で、ランプに乗る方法、ランプに乗る方法作ったけど。 It's good to see you again. I don't like being stuck in this cove. How are you going with making the rope? ロープは作ったけど、まだそれに取り組んでいる。ロープがある。これかな。 Oh, that's great! See if you can find a way up to that broken access ramp and hang the rope. アクセスランプまでの道を見つけて。そこじゃないの。もう一回行かなきゃいけないかな。もう一回行ってみましょうか。
どうせだった。あ、でもそっか、これで紐を吊るしてしまえば自由にあの下に行き来できればいいんだけど。You've rescued me. I'm eternally grateful. If there's one more thing I could ask you for. あなたは私を救ってくれた。私は永遠に感謝します。私があなたに頼むことができるもう一つのことがあるならば、なんだろう。I have to find my children. Do you know where they are?うん、子供を見つけなければならない。トーマの農場。This is a miracle. Thank you. I don't know what I would do without you. すぐに探しに行きます。Right away. No time to waste. うん。あ、ちょっと待って。待て待て待て。あ、二つコンプリートした。待って、なんか動けない俺。早いな。あれ、どこ行った？早いな。追いつけない。ジャーナルをチェックして、うん、私はタニックが入り江から登るのを手伝った、彼の子供を見つけることができる場所を知っていた。うん、子供たちはすぐに彼らの父親と再会するでしょう。ちょっと行ってみましょうか。こっちか。あれ？あれ、もう連れてったかな？もういない感じだよね、これ。夜だからとか。いや、もうこれは父親と会って、どっかに旅立った感じかな。うん、はい。では今回はですね、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。